上の方が牛サバリ。サバリってどこの部分やろ、ちょっと調べてないので、ね、下の方牛レバー。昔は生でお刺身で美味しかったですよね。ごま油で塩をちょっとつけてですね。今は生で食べれない時代になってしまったか。全部焼け。昔はあの焼くやつがあったんですけどね。牛レバーも下がりの味付けと同じやつにします。栄養罰現場。雪かきとかね、先輩関し、九州の長崎県も雪めっちゃ積もりますからね。何年前だったかな、大寒波来た時は60センチぐらい積もってました。完璧に雪が溶けるまで1週間かかりましたね。あー、ピカチュウのグラス重たかったな。確率が来ても無理かもしれんなと思ったんやけど、どうなんやろうな。クレーンは本当運もありますからね。何回やってもダメな時はダメですから。IH なんで基本的に作りません。200度。あら、200度じゃねえよ。200度はクズです。ある程度火が通ったんで、手前に寄せまして、見てください、この、真っ白の、こんな見たことないですよ。全部ちょっと炒めるのがもったいないんで、後でちょっと焼いていきたいと思います。ガスコンロは、貸せとこのがあるんでね。最近野菜不足ということで、野菜を食べるようになりましたね。焼肉タレで仕上げるんで、塩コショウは少なめです。ちょっと野菜で蒸してゆっくり焼いていきたいと思います。あら、3分クッキングに収まらなかった。途中までクッキングでした。